はい、皆さんこんにちは、カブクワカントリーです。今回はですね、ガサガサ採集ということで、久しぶりに、冬といえばガサガサ、そういう感じですよね。僕はですね、今のところ外にほとんど出ていなかったんで、久しぶりの外出と撮影になります。ですね、この下のところ、この草むらですね、見てもらったところ、これつくし入ってるんですね。つくしがもう早いですよね。つくし結構、つくしがあたり一面にぶわーっと生えてるんですよ。3月なのに結構早いですね。春の訪れですよ。で、ね、今回はね、またガサガサをしていきたいと思います。今日はね、何が取れるのかちょっと楽しみですね。じゃあ早速、あの辺りからね、撮っていきましょうか。おや、春の訪れですかね。カエルがいますね、アマガエルちゃん。これアマガエルがいますね。可愛らしいですね、アマガエル。おう、じゃあ撮っていきましょう。よいしょ、ガサ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 。よいしょ。おっと、やはりいつものエビちゃんが取れましたね。ちょっとぴょんぴょん跳ねてますね。で、早速バケツの中に入れていきましょう。次はね、何が取れるのか。よいしょ。よいしょ。おっと、やっぱりエビが取れましたね。エビは今回いらないでね、もう一匹だけでいいと思います。逃がしましょう。いや、ここに陸がありますね。おや、玉ねぎが落ちてますね。玉ねぎ、何でしょうかね、この玉ねぎ。玉ねぎ落ちてますね。すごい形ですね。ここの石をのけたらちょっとサワガニいそうですね。サワガニ探しましょう。よいしょ。おっと、カワニナが大量ですね。カワニナ、サワガニがいるといいんですけど、とかどうでしょうかね。ここは唯一陸なんでね、石をのけやすいです。トビケラの幼虫も結構固まって巣作ってますね。サワガニは結構暖かくなると結構出てくるんでね、今日めちゃくちゃ暖かいんで、きっといると思います。結構穏やかなんですよね、水の勢いが。いつもより結構水が浅くなってましてね、陸が見えてます。よいしょ。この石でっかいですけど、のけれたら大物がいる予感がしますね。よっ、よいしょ。あー、重いですね。とても重い。ちょっと待ってくださいね。一旦カットしましょう。皆さん見てくださいよ。石をのけた結果ですね。これ、石をのけた結果です。この石をね、のけたんですよ。のけたらですね、これですよ。サワガニ取れちゃいました。ちょっとぼやけちゃってますね。サワガニ取れちゃいました。サワガニもちょっと持って帰りたいんでね。今、サワガニ不足なんで。もういなさそうですね。でも、サワガニが取れただけでも相当いいです。よいしょ。
じゃあサワガニもバケツの中に入れていきましょう。ですね、場所をね移動しました。さっきねこっちいたんですよ。さっきこっちにいたんですけど、お、みかんだ。みかんあそこにありますね、みかんが。ここのあそこら辺にいたんですね。あの川が流れてる石が多いところ、あそこに行ってサワガニを取ったんですけども、場所をチェンジしましてここに行きました。一個ね登ってきました。あの奥のあそこのやつ気になるんですけどね、登れるところを探さないと。僕ね今日スリッパなんでね、長靴がね入るやつがなくてですね、よっ、ここら辺でどうだ。うわ、水が危なかったですね。後ろにバケツがあったみたいで水がちょっと流れちゃいました。生き物は無事です。じゃあ早速やっていきましょうか。この泥のところとかいそうなんですよね。いないですね。どれはどれでも条件があるんでしょうかね。おっと、魚がいますね、あそこら辺に。むちゃくちゃ群れています。取れそうですね、ちょっと大量に欲しいですね。取れちゃいましたね、2匹。入れちゃいましょう。魚がねあまりいないんで入れちゃいましょう。皆さん、このね石をのけたらですね、これカワトンボのヤゴ取れちゃいましたね。カワトンボのヤゴ、ピントが合わないですよ。これですね、カワトンボのヤゴ取れちゃいましたね。見事裏返ってたんですね。元気ですね。死んだふりして固まってます。このね、石にはたくさんいそうですね、生き物が。裏には石の裏に大量の生き物が住んでそうですね。少しずつ普通していけば何かしら見つかるはずなんで、どうでしょうかね。ちょっ、おっとっと、ない、よいしょ。ぼやけちゃった。いなさそうですね、カワトンボ以外。カワトンボが生き生きし始めましたね。結構動き始めました。よいしょ、よし。じゃあ次の生き物を探しに行きましょうか。流れてるんで、結構強い流れのところにはあまり生き物は少ないんでね、穏やかな川の方が生き物は多いわけですよ。ヤゴとかが多いんですね、穏やかな川だと。速い川だと魚が多いんですね。ここはあんま魚がいないんでね、いたとしても稚魚ぐらいですね。この石とか怪しいですね。よいしょ、なんかいましたね。おっと、エビですね。エビがいました。これ動くの分かりますかね。あそこほら、エビですね。エビが、あ、おっと飛んでった。跳ねて逃げちゃいましたね。エビだけですかね、そんな感じですかね。おっと魚がいます。まあエビでしたね。
エビでした、まあ、これはカワトウモちゃんはねさっきの子なんですけども、まあ、これぐらいにしようかな、これぐらいにしようかと思います。ガサガサね。じゃあ家に戻って取った生き物の計測をしていきたいと思います。はい、帰ってきました。とですね、今自分の家の犬がね鳴いてるんですけども、このね魚がねこの2匹とサワガニが、この2匹なんですけども、もう1匹石もう1回確認したらこのちっちゃい赤ちゃんガニが取れましたね。そしてこのカワトンボネアゴもその石をさっき取った石の最後に確認した石のところにまた2匹いたんですよ。なので合計3匹です。まあね、今回は短時間のガサガサ採集だったんでこれぐらいなんですけども、この動画良かったと思った方は高評価と、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。あとコメント欄もお待ちしておりますので、ぜひぜひコメント書きに来てください。じゃあこれぐらいで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。